日本海沿いにある石川県輪島市の那智美地区。能登半島地震で初めて集落丸ごと避難をしたことで知られることになりました。午前10時前です。避難者を乗せるヘリが那智美公民館に到着しました。道路が寸断した上、電気や水道は復旧の見通しが立たず、地震から10日後、およそ270人が100キロほど離れた金沢市に集団避難しました。バラバラになるとおそらくコミュニティが崩壊するもんで、今後またこのコミュニティが回復するためには行った先の避難所は極力一つ、もし入らなければ最低でも2つぐらいでなんとかまとまっておれるように。集落のまとまりを崩さずに住民の命を守る、集落丸ごと避難をした人たちはその後どうなったのか、避難所を訪ねました。金沢市のぬかだに体育館に来ています。こちらでは那智美地区から集団避難してきた方々が協力して生活していらっしゃいます。ここで生活する人たちは自宅が倒壊するなどしてほぼ木の実木のまま避難してきました。みんなで来れたっていうのはやっぱどうですか、良かったのか。そうですね、やっぱり見ず知らずの人よりも話もしやすかったしね、だいたい日頃でも話しとったから、話題もあったし、良かったですよ。ただこの避難所は3月末で閉鎖されることに。この先の生活をどうするか、難しい決断を迫られています。自宅が大きく損壊した中泉雅子さん。何するにも病院で、その透析室のある病院じゃないと身動きできないんです。中泉さんには人工透析が必要な夫がいるため、金沢市内にアパートを借り避難所を出ることに。やむを得ない決断でしたが、このままでは地域がバラバラになってしまうとの不安も大きくなっています。あんたもうつるんやってて、はい、ほんでもいつ会えるかね、お互いにボケて、あんた誰や言わんといてや本当それぐらいのまだ分かるぐらいに会いたいねって、わびしいね。みんなで来たのに。しかし今ふるさと馴染みに戻るという選択は難しいままです。幹線道路の復旧も進まず、地震の前には20分ほどで行けた輪島市の中心部まで1時間半ほどもかかります。まあどうにもなりませんよね。いつから出てない状態ですか？1月1日の4時から、で今年秋にでも水来るかな、下手したら来年かな、まあ、今年来ればいいけどね。集団避難をせず馴染みに残った山崎正彦さん。地域の仲間が戻れるよう仮設住宅の建設に携わっていますが、復旧が遅れるほど戻る人が減ってしまうと危機感を募らせます。いろんな町が12、3あるはずねんけど、そのもう集落自体がもう成り立たんようになって、どういうふうになるんかね、教えてほしいわ避難先から馴染みに戻った人は確認できる範囲で5人だけ。今後地域のつながりを維持できるのか、住民には不安や焦りが広がっています。